や、新年明けまして皆さん、いかがお過ごしですか？北柏駅徒歩7分にあります、煮干し中華そば、のじじ R、アビコ店さんに来ています。煮干し中華そば、のじじ R の飯島と申します。宇都宮の煮干しラーメン店ののじじというものがあるんですが、そこののれん分けのお店、第1号店になります。煮干しの濃度3種類に分けて基本的には提供させていただいております。ノーマルハードとどんどんリボラーになっていただけるような仕組みで運営をさせていただいています。スープに関しましては化学調味料を一切使用しておりません。煮干しに関しましても全国から寄り添いの数種類厳選して、ね、作っております。麺に関しましては固めのパツパツとしたストレート麺を特注で作ってもらって、それを提供している形でございます。で、煮干し中華そばのノーマル到着しましたのでいただきます。煮干しの香りがすごいですよ。うん、いや、うまいっす。すっきりしてるけど、でもこの煮干しがこうガンガン旨味が口の中に居続ける、そんなスープで、この麺もこうすごい歯切れが良くて、個人的にめちゃめちゃ好きですね。この麺、このスープとすごい合ってます。このチャーシューも豚の旨味がしっかり感じられて、煮干しとの相性が抜群ですね。じゃあコンティニューお願いします。コンティニュー到着です。よいしょ。魚粉がガッてくるんですけど、もう全然くどくなくて美味しいです。ピュッと絡めてね、このラズベリーソースを、もう香りがすごい爽やかになる。うん、デザートっぽくなりますね。スープに絡めパターンがちょっとこちらから。うん、うん、魚粉がダブルです。煮干し系好きな人これかなりいいかもしれない。ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。都内のですね、煮干し専門店にも負けないような味をこのアビコで、これからもですね、ずっと提供していこうと思っております。皆様のご来店お待ちいたしております。